お疲れチャンスラップです。今日はですね、こちらのアゴ枯渇やっていきます。というわけで、アイゴレの ね画像が、まあ、イラストがちょっと変わって、前のよりはすごいかっこよくね、はい、イケイケな感じにしゃくれくんにね、まあ、なっちゃったというわけで、まあ、せっかくならなんか変わった綺麗にね使ってみようと思います。はい。で、まあ枯渇デッキにアイゴレっていうのがちょっと珍しいと思うんですけども、まあ今ね、世界一桁にいます。はい、イアンですね。ホグクエイクが世界で一番上手いプレイヤーが、アイゴレ型の枯渇でね、ちょっと上がってますんで、これでね、今日はやっていこうと思います。まあもともとはマイティだったり、なんだろうね。まあバルキリーとか、まあマイティ、バルキリー、ゴルナイとか、まあそういった感じのね、縦枠かなと思うんですけど、ナイトとかね。はい。ね、んですけど、まあマイティが、まあ一応、下方扱いかな。なんか全体の意見的にはね、はい、やや下方寄りになってますんで、まあ、マイティじゃなくてもいいでしょうというわけですよね。はい。であとアイゴレのこの強みなんですけど、まあ、単純に2コス、はい、2コスで基本的にこういうギャングとかゴブリンとか何でも受けれちゃいます。はい、っていうのは強いよね。まあ、攻撃できないっていうのが、まあ、弱点なんですけども、その分防衛でね、壁役としてめちゃくちゃ頑張ってくれるんで、まあ、使い方によってはというか、まあ、活躍する場面がすごいあるんじゃねえかなと。で最近だと、まあ、フェニックスがね、まあ結構いるわけですよ。あいつもう3回ぐらい下方されたんですけど、もう全然いるんですよね。でフェニックスに対してもやっぱこう時間稼ぎができる、それこそやっぱ大型の後衛のね、ゴレとかエリチャイとかの後衛にはいますから、まあ、そういったユニットたちを、時間稼ぎして、時間稼いでる相手に大砲プラスアイスピー、そしてプリンセスなどでまあ、盾を溶かすことで、より防衛しやすくなるよと。で、どうしても守れそうにないときはロケ防衛とかで、ね、して後衛処理するみたいな感じで、結構ね、このアイゴレの時間稼ぎっていうのはここ最近なかったんですけど、なんか久々に使ってみるとめちゃんこ便利に感じてます。はい、ずっと使った。あれ、アイスピーこれ今固まってくれてないのにだいぶ渋いんですけど、だいぶ渋いっすね。あ、でも耐えれそう。ギリ。うわ、危ねえ、危ねえ。いや、アウトじゃない。さあ、相手がメガナイト、枯渇、プリンス型っていう、ちょっとこう、おしゃれな、ギャング。あー、メガナイト枯渇のマジで、インドラがプリンスになってんのかな。で、今これね、ギャングいるんですよね、相手。いや、ウィザードいたな。なんだこれ。わかりません。まあ、ちょっと後ろからね。やりつつ、あ、これギャング咲いたんで飛ばしちゃうぜ。足前プリンもガンガン行きたいけどね。あれ、ロケ撃つっしょ、撃つっしょ、行くっしょ、かましちゃって。で足プリンもぶっちゃけやりたいけど、完全無視の攻めがちょっときそうなので、さあこういうのですね、ここでメガナイトプリン作るのをしっかりアイゴレで時間稼ぎして、いや、なんか全然時間稼ぎできない。あ、でもなんか、よいしょ、これですね、このアイゴレがね、優秀です。まあ、ギャングぐらい来そうだ。さあ、というわけで、まあ、攻撃できないっていうのはね、マジでこう、ちょっと物足りないかもしれないんですけど、最近がなんか強すぎたんでね、他のユニットたちが。攻撃できる系が。まとめて、まあでもこの大砲を置いとけばなんとかっていうのと、また回転が速いっていうのもね、まあ、アイゴレの強みだと思うんで、うわー、これまとめていかないのかな。お、相手甘えてる、残りそう。よしよしよし、で余裕があるのでロケでいいか、ロケ削りいっちゃおう。プリンス一生溜まってく。でこういうのもね、アイゴレで大砲を延命することによって、よいしょ、メガナイトとかも溶かせるよと。あ、アゴ大砲がいいですね。アゴ大砲が、そう、相手がウッドザップっていうのがちょっと嫌に見えますけども、ゴリゴリ攻めてあげれば、あれ終わりそうですね。はい、ロケフィニッシュという形のアイゴレですね。
こういうのはね、やっぱマイティだと、まあ、メガライトとかは溶かせますけどね、やっぱ後ろのプリンスとか、まあ、さらに耐久ユニットとかいるとね、マイティとか、まあ、盾役も仕事しづらいんですけど、まあ、ただただアイゴレで時間を稼ぎにしていくっていう感じかな。チャンピオン持ってないとかね、なんかなんだろう、最近は本当チャンピオンでどうにかするって感じですけど、チャンピオンあんま使ってない子さんのね人とかしたらからしたら意外としっくりくるかもしれない。まあアイゴレするならナイトでええやんともなるんですけど、アイゴレはまあパフがあるんだよね、さらにも頑張れる。さあザッピーロイ、あーファイボーウッティロイっすね。ちょっと嫌っすね僕は、ちょっとだけ。多分あれ違うな、ロイロイじゃないかもしんないですね、こうなるとちょっとわかんないです。まあ、一旦飛ばしちゃおうぜ、大砲もあるし、ね、でこのマジでアイゴレ大砲が強え、これだけでどうにかしてくれる。よし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 、ミリノクリよく働いた。さあ始まりプリン警戒、いやこれはちょっとただの巨雷なのかな。ザッ、オーマイグッネス、持ってない。ただの巨雷なのかどうか、いやまあただの巨雷集もするんですね。でもなんかザッピー型ってちょっと珍しいんですよね。強いって強いって、これやばいな今ロイ来たら。ハシプリは警戒するよと。よしよし、さ削って削って削っていくよ、どん。さあで延命したいですね、まあ、こんな感じで橋前今日もやだ、ライトニングもあるかも。ここでしっかり攻めてあげて、さあウッドを使ったのでゴブリンで美味しく守れちゃうよと。さあ非常にペースとしてはいい感じですね。大砲も浮いちゃう、でゴブリンバレルも飛ばしちゃう。ああさあライトニングでした。でアイゴレのもう一つの強みがね、後衛というか、まあ、後衛ユニットでも縦ユニットでもこんな感じでね逆に持っていけるんで、さあちょっと延命しちゃって、おちょすキャッチいったの熱っ、タイヤが頑張れるなら連れてきちゃうよ。よし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 、さあでこんぐらい余裕があったらもうロケもかましちゃってトリトンに当たっちまえ。さあここちょっと怖いですね、まだプリンとタイヤを離すことによって。非常に防衛はしやすくはなる、タイヤ早かったなこれ。1発だけね、いや2発入れられるとちょっと良くないですねそれは。あーそっちか、ちょっとずらしちゃうっすね、流れを変えたい。さあ飛ばす、かます、連盟しないと。いやマジこのアイゴレがさめっちゃ頑張ってないですか、これ。アイゴレいなかったらって考えると、マイティとかだったらね、ザッピーにもエレスピにも、あとトリトンとかも渋いじゃないですか。まあナイトとかもね引っ張られるとっていう、だからアイゴレのこの時間稼ぎしてるだけなんですけど、
時間稼ぎっていうのがものすごい大事ですよねと。その間にやっぱね、自分の陣地のねプリンセスタワーであったり大砲、まあプリン、まあ、何でも他がもね間に合ってくれる、頑張ってくれるし、高回転なんでね、2周目3周目も回しやすいよの、アイゴレがねちょっと可能性を感じますね。イラスト変わっただけですけど、性能は何も変わってません。ちなみにさあよろしく。なんか定期的にねかっこよくなってく系、よいしょ。プリンセスとかもね、なんかもっとこう可愛くもできるし、イケメンにもできそうだし、ちょっとイデアス天候とかは個人的には結構好きだな。さあ顎フェニなので、まあゴレかランバルかみたいな、ウッドはないでしょ。ああゴレっすね。なので取れなるんでめっちゃ外します。さえキングキドーね、マジ痛いんですよね。アイゴレなので延命もしやすい。あマジエリポン、エリポンマジかエリポンね、ロケットとかライトとか使ってる時っていうか、クイーク以外の時のロケットマジ嫌っすよね。これもう一発だし、さあ痛いですね。まあこれも同じですね。ゴーレムの声をアイゴレで延命しながらのってやつですよね。ダックフリー、ああダックフリーが一番いい。おい、タル、まあ、この次のゴブリンバレルに対して、まあ、ユニットがトルネなので、ああマジこれやばいよな。毎回1ヤードを上げなきゃいけない。ロケット打たなくてもきついんでね、さすがに打って耐えての端プリしたいですけどね。正直この辺にしちゃおう。んでおっつ、よしよし、いやこれ結構うざいぞ。惜しいな、一発ありそうだった。で相手これね、ライトニングとか、あーマジでこんなにもうやつ許せない。一旦ここはね相手も諦めのゴーレ展開。あーいやーっすねー、マジつむい。どれに使ったな。でもこれなんもねえぞ。エリポンマジでやだ。いやミスった、このアイゴレやばい。あいきこれ、うわーやば。うわ待って、やばい、その端前これ。
あーマジで、にゃー、エリポン、エリポン、エリポン、ね、エリポン強くね。なんか守れそうだったけどね、守れなかった。いっぱいいた、タイミングよくロケねかませたらな、くすーい、まあ、みたいな感じで頑張って耐えてロケポーンで守るしかないですね。さあもう最強の8枚プリンでダメージ稼いじゃいたい。さあでこういうのもアイゴレでね、さあアイスイズちょっと珍しいですね。まあトルネなんで、トルネフェニックス遅延つけだった、うん、ゴレかな、めちゃんこゴレっぽいけど、さあまず序盤に削りたい。まあ理想的な防衛はね、よいしょ、これやべえかな、アイゴレで逆再誘導がマジでまあ理想ではあるんですけど、後衛をね、そんな都合よく持っていけないっすよね。さあこれワンチャンライト来てもいいよね、ゴブリンで。いて、さあアイスイズミニペのゴーレム、ちょっと型がね珍ではある。トルネ、なんだこれ、何でもフェニックス、さあマジでキング起動は嫌なんですの、このフェニックスは強できるっすね。あ美しいだか、さあこのも全部アイゴレで、さあ削っていく、トルネないので違う寄せて外させて、でこれは1周目の台風はマジで行かれると思うんで、あれ行かれなかった、まさかのなんかプリンが行かれたっすね。だからもう全部誘導できるのがこのデッキの強み、生まれない、いやー金起動されましたね。まあ、これ削っていかなきゃいけないんで仕掛けていきます。言っていかい剣内いけるんじゃない、さあしっかり溶かして、溶かしてぼこしながらの延命もして、しっかりこっちに連れてきてあげなきゃいけない、やばいやばいやばい、連れてこれてない、さすがにロケットの圏内だ、危ないね。さあマジゴブリンバレルも強いんですけどね、まあ強いんですけど、これ8枚プリンめっちゃ強いですね。もう8プリで1000ぐらい削ってんじゃねえかっていう、ほぼプリンだより、まあでもなんか死毒、なんか守れるなら8枚プリンはやり毒っすね。本当にダメージ稼げるんで、それで100ちょっとだから2発入るだけでもね2-300ぐらい稼げるから、まあ枯渇はね、なんか削る戦法が広い、プリンセスで削れる、ゴブリンバレルでも削れる、アイゴレの後ろのゴブリンとかアイスピゴブリンもあるし、困ったらロケ削りもあるって、いろんななんか攻めパターンをするのがいいですね。相手からしたら結構嫌だと思います、こういう。さあスケゴブマジアチャの可能性あるかな、これ取るね、ずらしたけど、いや痛い。さあまた大砲いっちゃって、あこれクロスの人やん、これあのウォールブレイカーだった、マジアチャウォールブレイカーじゃん、ほぼ角で、いて
ょマジでアホみたいに端まみプリンで稼ぎたいんだけど、マジアチャいいんだね。これはねロケ削り一択っすね。もうこれに関してはロケでいいな。バルキリーも持ってるからね、ゴブリンブレラあんま飛ばすメリットがないんですよね。あーずるいな。まあでも序盤はねあんま飛ばせねえかな。いやーそうですよね、そりゃそうですよね。はい、この人はもうクラスでほんと世界一桁とかもうその領域の人なんで普通にうまいです。でこのマジアチャの餌になるんでね、アイゴレは気をつけなきゃ。まあ、これウッド使わして使ってよ一発。抜かれるよな。さあマジこれでも守ればガチでロケで頑張れるんですけど守れねえ。いやこれがずるい。いやでもマジでワンチャル前のなリーガーが強すぎる。あ、押してる。あ、マジで。ワンチャン掴んでみる。あ、ズルです。はい、マジアチャズルです。いやでもこれはもう勝つは拾ったえてもうロケですね。ロケをぶっ刺すしかないんですけど、させませんでしたね。もう2回ぐらい耐えてもう2回ロケ打たなきゃいけない。難しいですよね。さあ初手はもうね絶対これです。あ、おや、さあウッド使ったんで言いましょう。まず初手端前プリンで呪文使わしてのバレルアイスピ最強なんですけども、めっちゃんこ綺麗に守られてます。26かな。相手も多分ねイラスト変わったアイゴレに惹かれて使ってる。じゃなきゃ使わないっすよね。あんまり言えないけどアイゴレ今そんなこともないな。一発入っちゃダメよ。さあこれで2発ね入るの強いんでね。さあ 2.6 は相性いいっすね。満面の笑み。なぜなら大砲はねホグに呪文打たれないと突破されないんで、まあ、呪文打つってことは相手もね結構コストを使っちゃうことにはなるので、その間にねこっちはロケで確実にねゴブリンバレルは刺さないのでロケでも削っちゃう。まあ高めマスキがずっとされると嫌だね。これ
さあで、時間稼ぎは顎の役目。まあ、しなくても読まれるし。でまああんまやっぱ攻める必要がもうないかなっていう僕はね。いやーもう一個下がってほしかった。これ相手ウッドまで。そうっす。いらなかったかな。まあウッド先使ってたんで。いやーいい受け。いくつ？さあこうしてるとね、ほんとホグ側が苦しそう。相手もやっぱ攻め呪文とかをね打たなきゃ突破できねえっていうので、ガンガン攻め呪文打ってきてくれてるんで。あれロケ打っちゃよかったね。どっからどう見てもロケ。さあもう美味しいっすね。相手からどんどん崩れてきてくれてるんで、僕はもう一生これしてるだけ。よいしょ、ロケ削りっすね。余裕あればプリン残ってる時はね、余裕がある状況なんで。さすが読まれるかな。あとアイグルならもいいですね。これでマイティとかだったらちょっと回転やっぱ遅れちゃうんで。さあウッドね、あこの SP 意味ね。おやばい、絶対ホグになってるべきだった。さあ気づけばロケ圏内ですよの。まあ、これはちょっとさすがに相性良かったですね。アイグルもやっぱね、こういう高回転の相手にはついていきやすくなるんで、よくいいですね。うわなんか名前いかつ、超絶、私は最強に可愛い天使醤油。すげえな、もう絶対サバカちゃんみたいな名前してない？知らないけどなんか名前が、いやーマジめっちゃ怖いよな。うわあマジずる。あーこれもったいないんで、はい、毒エチプリン発動。あ行ってこい。取れなさそうだよな。あったらマジやばい。あーなったらもう枯渇ね。さあ枯渇対決は負けらんないよね。いきやさすがに。さあマイティも足遅くなったんで、まあ、そこまで痛いカードではない。まあ、でもマイティ出してからの高回転のロック削りが僕は渋いっすね。これ読まれるかな。ああさすがにできるやつですね。ああできるやつですね。で対枯渇はまあゴブリンバレルを手前と奥にちょっとずつずらしながら、足振り読まれそうなんで。ゴリ低めで。いやマイティ遅いな、こう見ると。でもすごい遅くなっちゃった。これ残ってるんで。うわでかいでかい。ナイス手前バレる。よしよしよし。マジミラー対決はね、圧倒的分からせの場面だし、勝たなきゃ。負け筋8枚吹きやと、なんだろう。さあ、で、これですね、あの、プリンセスが残ってる状況っていうのは、プリンセス残っててコストが10溜まるってことは、プリンセス分のアドを取ってるってことなんですよ。無料プリンなんでね。
大体そこにコストを割かなきゃいけないって考えると絶対にロッキーを打った方がいい。さあもう一生俺のペースですね。これでやって10コスになったら裁縫とプリンセス無料分ですよ。あとゴブリンや削られたゴブリン3匹分、ね、っていう考えができるのでもう僕はなんか後ろからプリンしとくのが一番正しいですね。でロッケ回してみたいな。さあこれですね。さあもう次のロケでフィニッシュですね。ういさあ超絶最下は愛しい天使醤油激派ですね。醤油みたいな名前だよなこれ。何が出るかな。マジアチャということでこちらの愛護枯渇、まあ、チャンピオン持ってない方もね組みやすいと思うのでぜひやってみてください。では大塚ちゃんです。またね。